とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクロダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー完全攻略やっていきましょう。今シーズン、そこまで難しくないです。うん、でも長いので、できるだけ早くクリアできるようにしていきましょう。まあ、早いって言っても、30分はかかるかな。30分以内でなんとか行きたいですけどね。それがなかなか難しい。敵が多いのよね、今回って。とにかく敵が多いです。で、ここで結構強力なやつが出てくるので、こいつらを早めに倒すようにしましょう。こいつら本当に鬱陶しいのよね。OK。で、エンチャンターも、まあ、極力早めに。思い切り食らってる。よし、 OK。 であとあいつでおしまいですね。はい、まあ1回がね、多分今回かなり難しい方だと思います。で、回復のトーテム取っていきましょう。で、エンチャント入れていきます。輝きですね。ここも敵が結構多いです。なので輝きを入れてるとだいぶね、HP 回復できて楽になると思います。 OK、まあ、輝きのレベルは1なんですけども、まあ、十分回復する、まあ、これプラス、回復のトーテムもありますので、まあ、なんとかなるかなというところですね。 OK、 多いのよ敵が。本当にアホの敵が多いんで、まあまあそれなりに、火だめを抑えるような戦い方をするといいと思います。あと3体か。かなり出るもんね敵が。しゃ、あーもう逃げるな。2回クリアでーす。で、ここで影ですね。影の断片は攻撃にも防御にも使えるのでかなり重宝しますね。まあ、タワーで出てきたらまず取った方がいいです。で、持ってここはシルカーをまず倒して、で、倒し終わったらばもう真ん中にね陣取って戦っていっていいです。で、その時にこの雪ゾンビが鬱陶しいので、まず最初に、やっつけておきましょう。で、回復のトーテムは別に炊かなくても大丈夫かな。輝きがあるんで、まあ、もしもダメージかなりもらったなっていう時は、回復のトーテムも一緒に使ってみれば安定感が増えるのではないでしょうか。終わり。3回クリアで、ここでドラですね。ドラもここで取らないと、後で出現しません。なので必ず取った方がいいと思います。よっしゃ、シュルカー撃ってほしい。で、こっち側のシュルカーもまずは倒す。 OK。 ああもう一発来た。で、これ真ん中に陣取る前にこっちでパンを食べてくると、それなりに安定すると思います。パンの徐々に回復があればある程度囲まれたとしても輝きと一緒に回復していくんで、まあ、なんとかなるんですかね。でもこれ虚無を受けてるとね、だいぶダメージ増えますもんね。側はおしまいかな。上に行きます。うっとうしいシュルカーを何とかしていきましょうね。よし、おしまいですね。4回クリアで、武器変えます。サイスです。で、サイスのエンチャントで追い打ち2と流れ込む魂1、これでいいと思います。で、これで、5、6、7回ぐらいまではめちゃくちゃ楽勝に敵を倒すことができます。あとあれね、流れ込む魂で
ボールが結構たまりやすいので、だいぶお得感があります。もうあと難しいとこそんなにないですかね。うん、あとは装備さえちゃんとしてれば、まあ、苦戦することはそんなにないと思います。まあ、まあ最後の最後の方にちょっと難しいとこもありますけども、まあ大丈夫でしょう。ここ報酬は何もいりません。次に行きます。落ちないようにね、頑張りましょう。まあまあ慣れてる人だったらもう落ちることはないとは思います。OK、 サイズとね攻撃力がかなり高いのでめちゃくちゃ楽勝ですよね。意外と食らうな。まあまあまあ食らったとしても流れ込む魂で回復するし大丈夫です。ということで6回クリア。次に行きましょう。ここで、まあ、闇のアーマーもいいんですけども、俺的にはやっぱり攻撃力も上がる傭兵ですね。傭兵を、新しくしていきます。でクールダウンに入れてください。でここはまずはエンチャンターから倒すようね。あ、やばい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 、完全にクモの巣に引っかかった。まあ、クモとレイスの、コンボが来ますのでそれはちょっと注意ですね。よし、 OK、若干ピンチになりましたけども、まあまあ回復のトーテムもあったし、影のブリュー、影の断片か、あれもあったんで、まあまあ大丈夫でしょう。で7回クリアで、アップドラフトと回復のトーテムを変えていきます。このアップドラフトがね結構重要です。これがあるからこそ、よし、戦いやすくなりますね。で持って、危ない危ない危ない、ジオマンサー特にめんどくさいので早めに倒すようにしましょう。こいつちょっとめんどくさい。よし、あ、まあジオマンサーとあとリープリーフ、あいつだけ気をつければまあ大丈夫だと思いますね。でここは何もいりません。スパイダーアーマーもなかなかいいと思うんですけど取らずにいきます。でクールダウン3入れてください。でここエンチャンターいますので早めに倒してくださいね。エンチャンターいるとかなり戦いにくくなります。 OK、ね、エンチャンターがまだいる、まだいる。とにかくこいつを倒す。そうすると、まあ、防具もね新しく変えてるので全然耐えれると思いますよ。 OK、 おしまい。9回クリア。そろそろボスですね。ここでコグクロスボウ、ようやく弓を変えていきます。で、エンチャントで長弾ですね。入れてください。できれば2欲しいけども、1でも全然発動するんで、かなりお得ですね。OK。敵結構出てきますので、アップドラフトをうまく使って、この壁部分から安全に倒していくと、いいと思います。よし、いいね。いいよ。パワーポーションほんと結構お得だよね。でここも意外と敵多いんだけども、まあまあアップドラフトで減らしていけば大丈夫です。さあ、はい、あと
こいつ、お、あれまだいる、あ、そっちにいたか。で、10回クリア、商人でボスですね。ここは何もいりません。で、ここの商人でボールを上げていきます。反逆者ですね。火力も上がりますし、耐久力も上がってます。で、ここはちょっとめんどくさいですね。若干時間はかかりますけども、まあ、めちゃくちゃかかるわけじゃないので、まあ、大丈夫でしょう。はい。で、エンチャント入れてください。長弾ですね。で、成長も1入れておくとだいぶダメージが変わってくると思います。 OK、 はいはいはい。まあ、とにかくドラを当てて攻撃、それだけです。あとはダメージを受けない場所に陣取るっていうことですね。いきましょう。これで半分ぐらいまで減らせます。お、いけるか。いや無理だよね。やっぱここはどうしてもこれぐらい時間はかかります。この次で倒しきりますね。できればさっきのターンで倒したいですけどね。でもちょっと無理なのよね。本当昔はね、これ無敵にならなかったんで本当楽だったんですけど、無敵になるようになってだいぶ時間がかかるようになりました。はい。で、ここは何もいりません。パワーシェイカーとかなかなか魅力的なんですけどね、いりません。 OK。 で、ジオマンサー、ジオマンサーじゃない、ネクロマンサーが2体いるので、こいつらを気をつけてください。あ、3体か。この奥にもいるわ。3体います。OK。まあ、ドラ当てて、アップドラフトで倒せるんで。まあ、大丈夫でしょう。はい。終わりかな。あ、まだいる？あ、上にいるな、これ。いや、いねえわ。まあ、どっかにいるんでしょう。あ、いた。いた。こんなとこいた。で、まだ下にもいるのか。違う。これ上だ。こっちの上じゃない。あ、いたわ。ああいう迷子がいるとちょっと時間かかるんで嫌なんですよね。で、ここで、武器ですね。両刃物変えていきましょう。で、エンチャントが、弱体化雷。ガードストライク、あ、ガーストは2でいいですね。こんな感じです。で、この武器は、もう最後まで使っていきます。これが一番、優秀かと思います。これか黒曜石のクレイモア、どっちかが一番優秀。いいね。 OK。 まあ、ここ罠のところにね、わざわざ自分から入りに行かない限り、まあ、やられることはないとは思います。はい、14回クリアですね。報酬何もいりません。あ、で、エンチャント、長弾は3です。 60%、発動するようになります。 OK。矢もね、今回序盤あんまり使わないのでだいぶ余ると思います。なんでガシガシ打っていって大丈夫ですね。 OK。 逃げるな、いないね。あとは上だけですね。で、15回終了。次に行きます。で、ここで、ハープン変えていきます。エンチャントですけども、火属性ですね。
火属性、そしてヒューズを入れておくとたまに爆発するので、ちょっとラッキーっていう感じになりますね。まあ、一番重要なのは、火属性です。火属性を必ず入れるようにしてください。でここ扉が開く前に、こっち側の敵をある程度片付けれればだいぶいいと思いますよ。 OK、 アップドラフトをうまく当ててみてください。よし、 OK。 でもうほぼほぼ敵はいないのでガシガシいきましょう。終わり、16回クリア。次でーす、アップドラフトを新しくしていきましょう。いきまーす。まずは、こっちでスイッチを押すといいですね。よし、で敵も結構ここ多いんですけども、まあまあまあこの武器とこの防具があれば全然問題なくいけると思います。 OK、 いいね。で17回、終了。ここ結構魅力的なやつありますけども取りません。で18回、まずはスイッチを押しに行きます。まあ後で押してもいいんですけども、最初に行くとちょっとね早くなりますんで、で欲張らないようにね、欲張らないように、これほんとすぐ落ちちゃうので欲張らずに行きましょう。で敵結構出てます。弓を使ってガシガシ倒していってください。ハープーンはねもうこのためにあると言ってもいいですね。よし、ああよし、 OK。 で終わりですかね。はい、18回終了。んで勇者のアーマー欲しいところですけども取りません。火力重視でいってます。いいんだけどね。で、ここは両刃を上げます。防具もねいいんですけども火力はちょっと落ちてしまうので、俺は今回これでいってます。うん、やっぱね火力がないとね若干時間かかるんですよね。火ダメも多くなるし。でよし、 OK。 倒し方はちょっと言ってなかったね。影化してドラ当ててアップドラフトの、攻撃 3,4 発でおしまいです。そこで倒せますね。ここ何もいりません。そのまま進んでください。でエンチャントを、全体的に強化していって大丈夫です。適当に上げていってください。でここも、まず最初に鍵取りに行くといいです。ああ当たらなかった。よし、 OK、 いいね。で鍵が逃げる前にまずは開けときましょうね。開けちゃいます。敵はね結構出てくるんですけど、でも大丈夫です。斧が強化されてるんでやられることはないでしょうし。よし、でまあね、これガードストライクがねかなり優秀なんですよね。全然ダメージがね入らなくなるんで OK。21回終了。どんどん行きましょう。んで、ここで、あ、違うわ。違う。スケール取ろうとしてた。取りません。そのまま、取らずに行きます。そう。スケールじゃない。一回取ってみたけども、じゃなくてもいいなって思ったんだ。行きまーす。で、エンチャントはね、
もう入れてくださいね。弱体化を最大まで。で、これで武器が完成です。いきまーす。で、ここも、特に問題はありません。まあ、エンチャンターがね、出てくるので、まあ、それだけ早めに倒そうっていうところですかね。あとは特に問題ないと思います。耐久力は、あんまりもうないんですけども、大丈夫だとは思います。OK。まあ、ドラとかね、影の断片があるので、そうそうやられることはありませんね。で、ここで、傭兵を、着ます。ここで傭兵。うん。まあ、火力はね、若干落ちるんだけども、この、サプライズギフト。2まで入れてください。このサプライズギフトが、とにかくいいです。うん。で、タンブルビー、入れてください。サプライズギフトでパワーポーションが出ることが結構あるんで、あれが入るともう本当に強い。よし、OK。サプライズギフトって本当ね、優秀よね。うん。優秀。やっぱ最近じゃないけど、意外と最近またね、あ、これいいなっていう風に思うようになってきました。オッケー。はい、もう少し終わりかな。23回終了で、23回報酬は何もいりません。今回影突でね、行こうかなって思う人も多いと思うんですけど、武器がねないんですよ今回は。お、いいね。あ、ダメか。ちょっとね、倒しきる前に、開けたいな。倒しきる前に開けたい。よし。無理か。そこまではいかないな。よし。でも、ある程度、開けときたい。ここか。あ、違う。で、こっちだ。おし、お、意外と早かったぞ。あ、ダメか、当たんねえな。よし、行きましょう。ここがなんか簡単にね、分かったりするとだいぶラッキーよね。お得感がある。よし、 OKガードストライクをしっかり入れながら戦いましょう。はい、24回終了です。で、ここで弓を変えます。スペルバウンドですね。これ変えないとちょっとここの商人であんまりパワーが上がらないので、これ変えていった方がいいです。んで、武器は両刃斧を上げます。はい、両刃斧ですね。これがあるともう安心っていう感じです。で、エンチャント入れてください。長弾が一番重要です。で、マルチショットは2で、連鎖反応はまあおまけ程度に1入れておけば大丈夫だと思います。行きましょう。ここ基本的に弓を打ちまくってるだけで勝ちます。弓だけで大体 OK ですね。まあ、たまに危ない危ない、風を起こしてあげればいいですかね。よし、 OK。 あ、なんか遅くなってる、遅くなってる。よし、多分雪ゾンビが潜んでたんでしょう。おしまい。で、矢が、415。わ、取らなくていいね。これ下の方に箱があるんですけども。まあまあまあ、300本以上あれば取らなくても大丈夫でしょう。何もいりません。ん
でエンチャント溜まったら、ちょっと入れていきましょう。マルチショットですね。連鎖反応はそんな入れなくていいです。あれ発動率もともと低いので、マルチショットと、マルチショットと、もうマルチショット長弾の方が重要なんでね、あれを入れてください。もうやめてくれ。よし、オッケー。風伝え鬱陶しいもん、ね、あちょっと、あ嘘、ちょっと待って、今のひどくない？今のひどいやろ。落ちたところに風を起こされたよ。もうちょっとね、ラビジャーがあんまり出てきてくれなかったんですけども、こっちまで来てくれればここで倒せるんですけどね。いやいや、今のひどいよ、ほんと。何それ。 OK、 もう何なのそれ。ほんとに落ちてこないでくれ。よし、であっち側にもラビジャーいるので HP は、高めに設定しておくといいですかね。ああいいね、 OKOK。 サプライズギフトで出てきました。えい、あれまだ、あいた、よし、はい、おしまい。え、まだどこだ。もう最後の最後にこういう迷子が出てくるとやだな。こっち開いた、いたんかい。で27回、ちょっとやられちゃいましたけどクリアです。何もいりません。でここもね結構めんどくさいですね、敵が多い、うわーって出てくる。なので、まあ、危ないと思ったらちょっとこう距離を取って弓を振っていけば大丈夫ですね。危ね、よし、 OK、 はい、よし。あとは上ですね。最初のこの敵の群れを倒せればあとは大丈夫だと思います。とにかくねあそこが多いのよ。はい、危ね、おお、それひどくない、危ねえ、危ねえ、まあ、油断はしないようにいきましょう。よし、はいはいはい、あ下にまだいた、下いたんかい。あこいつだけ、え、な何がついてる黄金は。あアーティファクトシナジーか、なるほどね。何もいりません。行きましょう。アーティファクトシナジー、まあ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 、うん、まあそれなりに面白そうなやつがついてますね。オッケー。間に合わせる。無理だった。無理だった。うまくいけばあそこ乗れるんですけど、ちょっと欲張りすぎた。でもね、早くクリアするっていうのがちょっと目的になってるので行きたかったなー。いやーこっちに敵が来てる。よし、若干敵多いのでここも、倒しに行くときには注意してください。よし、危ないと思ったらすぐにね、影使うようにしましょう。はい、いけ、よし、はい、あー無理だな、落ちてから行きます。こっちの方が速そうね。よし、しょ、影を使ってまーす。次
ボスですね、ここで乱射のクロスボウを取っていってください。この乱射はね、結構いいです。加速と、クリティカルですね。あとは別にいらないんですけども、まあ、タンブルビーでも入れときましょう。あ、俺タンブルビー全然使ってなかったな。タンブルビー使っていけばだいぶ火ダメも抑えれたんでしょうけども、まあ、ミスりましたね。 OK、 戦い方としては弓との攻撃です。弓攻撃の順番で攻撃していくとうまいこと、キャンセルがかかって倒せると思います。危ない。よし、 OK、 はい、おしまい。交互打ちをすると結構早く倒せますね。いやー、30分ちょっとかかった。できれば30分以内に行きたかったんですけど、いらない、いらない。はい、微妙。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。